とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワー更新されましたね。30回、長いっすね。エンチャントは8がある、8がある、8入れていきましょう。クリーパー、おーい、クリーパーいる。ちょっと待って、待って、ミスった、完全にミスったちょっと、マジか。おい、ちょっと待って、いきなり最初からエグいぞこれ。なかなかじゃない今回。おい、今シーズン結構きついかもしんない。いや、これね、いや、エンチャンターがいるから。え、待ってどれ、誰にエンチャン、あ、こっちに、こっちからエンチャンされ、あーだね、オッケー。うわー、ちょっとびっくりするわ。オッケー。まあとりあえずちょっとギリギリになってしまいましたけども、いけた。いや、一回ちょっときつかったわ。まだいらんかな。取ってもいいけど入れんどこう。ちょっと蜂を入れたい。今回ちょっと矢がないと結構きついかもしんないね。危ねえ、ちょっと安全に行こう。クリーパーさすがにいないよね。意外と硬いぞ、2階なのに。よし、もういないかな。あと一体上にいるか。いた。いやー、なかなかきついです。でも1階よりはマシだったの。1階きつかった。星寄りにしましょう。蜂ついてるしね。蜂と、まあエコーもつけたいな。金属製でもいいけど。よしよし、これ絶対後半きつそう。にゃっよし、オッケー、いいね。もうほとんどいないかな。あぶね結構スリリングな感じです。今回クリーパー多いしね、強い敵も多いんで。なかなかだよ。ゴーレム連れて行った方がいいかもしれん。しゃ、じゃゴーレムさんをねちょっと連れて行きましょう。なかなかきつくなりそうな感じなので、今回召喚ビルドが何になるかな。どうだろうね。召喚で安全に行った方がもしかするといいのかもしれない。まあクリアできないってことはねないと思うんで。なんかエコー若干使いにくい。やば、よしで、おしまい。はい、4回おしまい。バジネストかな。いや、もう思いっきり召喚になってきたな。思
思いっきり召喚だわ。で次の回で、エコーさんを入れましょうか。いやエコーよりも、非属性の方が良かったかな。なんかそう思えてきた。非属性の方が当たりだった気がする。敵少ないな、ここは。急に敵が少ないいや、マジで全然少なかった、いいかな。うん、で、エコーさんを入れましょうか。 OK で、これで 3秒に1回エコー発動するんで、だいぶ使いやすいかな。 OKOKOK。ここら辺でクリーパー出てこられてもちょっときついと思うんだよね。さすがにクリーパーはないか、ここで。よし、いいよ。矢は結構出てきてくれてる。終わりかな。はい、ちょっと警戒しすぎたか。そうでもなくなってきた。もうこれ間違いない、間違いない、間違いないやつが来ましたね。ポーションバリアでもいいんだけど、これは攻撃的なクールダウンの方が好きですね。にゃっ、よし、オッケーオッケーオッケー。ここは別に大したことなさそうね。うん、クリーパーは1回はとにかく多かったんで、それできつかったのよ。出てこなければ全然なんてことない、余裕です。地雷入れていっても面白いかもしんない。うん、地雷ありかも。あーでーもうこれだな。うん、星夜はもう帰れないんでこれでしょう。もうずっとこれ使っていく感じで良さそうだね。ああ、エンチャントが素晴らしいのでそのまま使って、どういう出方。おい、はい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 、なるほど。クリーパー結構嫌だ。もうね、ワンパンじゃ倒せなくなってるんで、それがちょっときついかも。よし、まだいるでしょクリーパー。どうせそうか、クリーパーが多いならもう召喚ビルドで間違いないわ。うん、ゴーレム連れていけばまあまあ安心なんで。ここはねパワーシェイカー欲しいな。これでいきます。何が出るか、1体かな、2体か。はいはい、ちょっと待って待って待って、よし落とそう。よし、ナイス。地雷を多めに当てたい。よし、あぶねえ、なんかやられそうって思ったやられたかと思った。あぶな。まあここはもう、いいエンチャだね。エンチャント素晴らしい。んでもまずは雪玉から入れたいので、とりあえずは何もせずに行きましょう。ちょっと星よるがさ74のままでちょっと攻撃力低い。そろそろ変えたいな。ちょっと星夜を新しいのに変えたいところ。しゃっしゃっ、いいね。そっち
はもうゴーレムに任せてよさそうね。じゃあやられた。でも大丈夫、終わりだ。うん、いい感じ。おお、釣り竿もある、今回。うん、釣り竿ある。でも裏切りの刃じゃないんだよな。裏切りじゃないのよ。あ、ここはちょっとスルーで。欲しいのは違う。まあまだね、倒していけるレベルなんでいいでしょう、このままで。 OK、 いいんじゃない。こっちにもまだ出るでしょ。なんか嫌な場所だな、あっち。まあパワーセーカーつけて、よし、一気にいけた。あ、終わりか、バカ。雪玉、まあ今のは仕方ない、いりません。なんか武器出てほしい、武器武器。うん、まあ、うん、いや弱いやつじゃなければもう取りたいね。微妙なやつ以外は取っていきたい。よし、 OK。 もう蜂がいい感じに動いてくれてるよ。でパワーシェイカーつけて一気にいくか。お、まだこっちにいた。大したことない、途中から全然大したことなくなりましたね。あ、いやー微妙だぞ。雷の杖もね、なんか若干欲しい。ここも雷の杖にしようか。うん、ゴーレムはねもうパワー少ないんだけど、一応クリーパー処理に使えるんで取ってます。はい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 、なるほどね。多分ネクロ1体だけじゃないでしょ、どうせ何体か出てきそうな気はする。で待って、エンチャント、うん、まあクールダウンから入れたい。いやもうゴーレムの一発で倒せないのはきついな。はい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 。でももうネクロとかは出てこないでしょ。いないよね、下にいる。あ、いた。いやいや3体いるじゃん。よし、よっしゃ。いや火力たらん、いや火力って全然足らんわ。あぶね。いやもう星よるダメダメ、もう火力が足らん。パワーシェイカーでねなんとかいけたけど、え、でもこれじゃないよ、これじゃないんだ。もうゴーレムやめよう。うん、森にしましょう。で防具クールダウン入れて、でここで星夜あげようかね。うん、これでいいや。まあ結局こんな感じになりましたね。ボスはまだ先。ああ、なるほどね。あ、ここはちょっと草刈りしていった方がソウル溜まっていいね。雷使いやすくなるんで、よし、いいね。おい、ちょっと待て、意外と倒せねえぞ。危ねえ危ねえ。ここに着くまでに HP はある程度残しておきたい。うん、残せた。 OK、 よかった、これなら OK です。よし、なるほど、よし、うん、
ぱり、ね、星夜がかなりパワーアップしてるんでいいっすね。いいよ。でリープリーフがまだどうせいそうな気がする。いない。よし、うん、特に問題なかったか。いいよいいよ。終わりか。はい、ではもう、あー、いやー、ここちょっと欲しいの 多すぎるぞ。まあ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 、龍馬王のはいいとしよう、いいとしよう。ちょっと待って、ダイナモ虚無だよ。で、あ、でもユニークがもうないわ、ユニークないわ。じゃあこれ、この2つはなし。愛のメダルも欲しいし、エンチャンターの人、そうか、ゴーレムなくなったんだ。ならば、こうかな。うん、雷の杖はもしかしたら使える可能性があるんで、取っておきたい。ちょっと待って。これね。愛のメダルどこで使うかだよな。もうこれ、あ、うわー、最悪最悪。あ、愛のメダル使う場所を探してたらやられた。もう、まあ仕方ないか。やられた。もうバカみたいなことでやられた。よし、そうね、もう耐久力も減ってきちゃってるんで注意しないとね。いや、全然なんともないところでやられるとショックだな。なるほどね。うんうん、まあ、サイスと釣竿でいけそうね。うん、雷衝撃波ついててなかなかいい感じ。まあとりあえずいりません。いや、ショック。ほんとショック。はい、これでいこう。ここクリーパーで出てきそう。なんか出る気がする。よし、いや、出ない。なんか逃げる敵が多いな。嫌だな。よし、終わり。まだかい。こっち下にいる。あ、いた。まだいる。どこ。え、こっち側出るタイプ。いや、いないぞ。となるとゴールの近くか。登った。あ、登ってる。それはわからん。あ、で、ゴー、あ、ここにもゴーレムあるか。やっぱ召喚ビルド推奨みたいな感じか。ハープーン変えようか。火力も減ってきてるんで、ハープーンの長弾でいきましょう。オッケーオッケー。愛のメダルあるんで、このステージもちょっと安心かな。これ向こうに渡った時にね、ちょっと敵が多かったりするとびっくりするもんね。でも愛のメダルがあれば逆に多い方が嬉しい。暴れてくれるんで、いっけ。まあまあまあ、暴れるってことも敵多くなかったな。あっ、ぶね。そうかそうか、もうあれだ、防御力ないんで結構注意していかないといけないんだね。よし、危ねえ、ギリギリいけ。怖っ。よし、はい、19回。なんかちょっと難しくなってきた。いや、違う違う、耐久力がただないだけ。いりません。ただただ耐久力がないのよ。
そろそろ防具を変えるか、もう商人が来てくれた方がいいな。いいね、ノックバックめちゃくちゃ入る、素晴らしい。おっと危ない、このノックバックはね、いいね。で今回もどうだろうね、パワーシーカーを最終的に上げた方が強いか。あー、ドラ、どうしよう。まあまあドラはね絶対いるのよ、絶対いるのよ。パワーシェイカーだ。うん、せっかくソウルためたし、そうそう、せっかくなんでね、使ってあげてください。よし、 OK。 だからラビジャーがこんな感じで出るシーズンあった気がするよ。うん、これ俺やったことあるわ。うん、あぶね、いやもう耐久力ない、もう耐久力がないのよ。でもうラビちゃんいないもんね、もうラビちゃんいないんで大丈夫でしょ。おーい、あぶね、あぶね、クリーパー注意ね。よしよし、面白くなってきた。いや、スプラウトじゃないんだ、エンチャントも良くないしね。ボスか、嘘、マジで、マジか、まさかのテンペスト、嘘。ちょっとなんか倒し方が難しいなっていう人もいると思うので、ちょっと長くなりますけども、最後までやりますね。最初から最後まで、こいつらないな。 OK、 愛のメダル使っていこう。 OK、 まあ、でもまあここで、あ、でも虚無がないんだよな。ちょっと微妙、あ、でもまあまあ一旦短く倒せそうではある。よし、嘘、ちょっと待って、嘘や、マジで、やっぱ半分以上持っていかれるもん、マジかよ。すいません、やられました。いやもう時間かかるからほんと嫌い。よし、OK、もう見知らず行こうね、もう見知らないよ、行け。よし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 、オッケー、まあまあいいんじゃない。ちょっと待って、もうミスるなよ。オッケーオッケー、ちゃんと距離を測って倒していけ。いや硬えな、ほんと硬い。あ、お前しか乗ってもかい。よし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 、待てよ、 OK、 ギリギリまで行こう、まで行って
ドラからの OK。 OK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 。 一旦短くはいけそう。よし、もうこいつにやられるとは思わなかった。よし OK。 いくぞ、もうやられんからな。よし OK。 いいと思う。いくぞ。よし、愛のメダル役に立つ、本当に役立つ。よしで、またギリギリまで叩いてから雷の杖でいいかな。いいぐらいかな。よし、ちょっと待て、ミスるな、ミスらないで。よし、いや、もうむしろ雑魚を出して愛のメダルかけて動かした方がいいか。いやー、ちょっと待て、怖いわそういう戦い方も、なんか怖い。よし、その耐久力がないっていうのが本当にね、怖い、めちゃくちゃ怖い。よし、いいぞ。待てよ。これで倒す、倒しきる。いけるか。よし、OKOKOK。 まあ一旦短くいけましたけど、やられたのはちょっと痛かったな。あ、でも次商人。武器変えようか、総武練しようかな。虚無入ってるし。いや、でもさ、いや、よくないわ。パワーシェイクあればあっちでいいけど、このまま行こう。で、ここで雷の杖欲しいけど、これあげないとまだ倒せないからね、やられちゃうんで。となるとちょっと雷の杖今回微妙になった。これはちょっと生かしきれてない。よろしくないな。ちょっと弱体化を入れとけ。はい、超弾弱体化でだいぶ強いから。そうか、入れときゃよかったんだ、エンチャントで。そしたらば、雑魚戦絶対余裕になってたな。もうミスった、これ完全にミスってる。 OK。 これ最終的な装備が星寄りじゃなくてもいいな。ちょっと星寄りじゃなくてもいいっすね。むしろその手前にあったリョバオのあれが欲しかった。あっちの方が全然良かったわ。 OK。 ちょっと待って、愛のメダルでちょっと暴れてもらいましょう。はい、いや、まだかい、こっち側出た？あ、いや、そっかそっか、ジオマンサーね。いいね、虚無がついてる。虚無ついてれば、この92であったとしても、それなりにダメージ入るからな。
あでも魂のナイフか、変えとけ。あんまり強くはないんだけど。あでも重力ある、重力ある。うん、重力あるならまだ使いやすい。オッケーオッケー、うんうん、いいんじゃない。重力あるし反逆者だから使いやすくはありますね。オッケー。エンチャント次第ではね結構使いにくいと思うんですけど、これならいける。よし、いけい。よし、いいよいいよ。敵多いな、敵多いな。こっち側いない、いないね。よし、オッケー。こうなんか武器もあんま使わんやつを使い出したな。よしで終わりね。はい、影の衣。おおあ、うん、なんかエンチャントに、エンチャントじゃないや、報酬結構悩むね今回。今回の報酬悩むな。まあいいか。アップドラフトもねすごい魅力的。あ、いやこれ雷の杖よりさアップドラフトの方が強くなかった。俺完全にミスってないミスったな。アップドラフトの方がいいじゃん。うん、この雑魚戦でもめちゃくちゃ使えるし。まあまあいいやいいや、ちょっと雷の杖はちょっとよろしくなかった。よし、それでも任せとこう。いいんじゃない。倒しきれてないよ。よし、終わり。はい、26回。で何だ。おお、まあスケールあるけどエンチャントは良くない。ツルハシでも悪くねえな。あでも重力入ってない。いきます。森の矢筒も今回2回出てるんで、あれで火力を出すっていうのもいいよね。力の意味があったね。あでもオーバーチャージはない、スーパーチャージはついてた。うん、さあまあボス次第ですね。ボスが何かによる。いやまさかのねテンペストゴーレムが出るとは思わんかったな。テンペストゴーレムはほんと勘弁してほしい。久しぶりでだよねテンペスト。結構なんか久しぶりのような気がします。よし、終わりかなこれで。どう。よし、これにはオーバーチャージつ、うん、でもねこれ段数少ないしそんなダメージも出ないんだよな。トリック棒か、いらねえな。はい、そのままいきます。エンチャント入れて、まあ輝き入れとけ、たまに回復するから。よし、でもやっぱ重力が入ってる。これはなかなかいいね、使いやすい。よし、 OK。 クリーパーがめちゃくちゃ出たのってほんといくつかのステージだけでしたね。うん、今回クリーパー多めのシーズンかなと思いきや、いやいや多いぞ多いぞ。クリーパーにはこのハープーンが結構使えるんだ。
ノックバックするから。パフン意外とやっぱりいいよね。ノックバックするのが本当に使える。はい、28回おしまい。おお。でもね、いや強いよ強いよ。こっちに変えてもいいんだけどね。いいな、いいな、いいな。でもまあ、俺はコグを取っていこう。いや、今回悩むよ、ほんと。いい装備が多くて。重力、面白いかもしれないけど。まあまあ、最後、入れれそうだったら入れよう。ここでは別に入れなくていいかな。よし、OKOKOK。クリーパー注意しとかんと、なんか急に真横に出られても困るぞ。ネクロなんか出る？ネクロは出ないか。もうさすがコグ、強い。うん、やっぱ最後のね、手前のステージに出るだけはある。火力がえぐい。あと1回 OK。 終わりじゃない？まだか。最後意外と湧く。終わり。まあ、クリーパーが多いところは多いんだな。ソーフレに変えてもいいね。これハーベスターの方がダメージあるじゃん。ソーフレードにしようか。オッケーオッケーオッケー。ボスなんだ。どうなんでしょうか。いきます。あ、魂の袋ついてたのね、この防具。パワーシェイカーをパワーアップしてきた方が。ちょい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 。おお、よかった。ブラインド前によかった。ブラインド前に倒せてよかったわ、本当に。待って待って、はい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 、おしまい。めんどくさい。今シーズンめんどくさいよ。はい、まあ一番難しかったのは1回かもしれません。うん、あとテンペストゴーレムね。防具選びをどうするかだな。はい、何が来る。おっ、でもパープルストームにね、オーバーチャージついたところであんまりいらないんだ。おお、いいね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 。でも魂のナイフじゃダメだけど。何がついた。クリさんだったら面白いかも。爆発位置なぜなぜだ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。